9月3日と4日、ポルノグラフィティが、ライブ、横浜ロマンスポルノ、16 The Way を、神奈川、横浜スタジアムで、開催した。ここでは、4日、公演の模様を、レポートする。DN7 トミパンがお伝えします。ポルノグラフィティが横浜スタジアムでライブを行うのは2014年のマドワズの森以来2年ぶりとなる。今回はザウェイと題して岡野昭仁と新藤春一、そしてポルノグラフィティの来た道と行くべき道をモチーフにしたライブとなった。雨に見舞われることになった前日公演とは打って変わって晴天に恵まれたこの日の横浜ロマンスポルノステージのあるセンター側とは反対のバックネット側からグラウンドに登場した岡野と新藤は大歓声に応えながらそれぞれ一塁側と三塁側からグラウンド中央のセンターステージへと歩みを進める。そしてアコースティックセットで羽馬ライダーをプレイ。途中、岡野のイヤーモニターがトラブルに見舞われたが、彼の雨が降らんかったら、こういうことが起こる困難もいい思い出になるじゃんの一言と、回復後の振動の、で、もう一回カッコつけて、羽馬ライダー弾けばいいのと、いう苦笑いに、3万人のオーディエンスが盛り上がる中、彼らは、その、羽馬ライダーや、ご当地ソング、横浜リリー、さらには、パーカッショニストと、ピアニストと共に、サウダージなどを、披露した。メインステージに戻った二人は、バンドと合流。いくつもの火柱が吹き上がる中、デジロックナンバー、敵はどこだや、精巧なビートが聴く者を煽る、2012スパークなど、リラックスムードに溢れたアコースティックセットとは一転、ハードなアッパーチューンを連投する。その後も、昨日は雨に負けないように、気張ってたけど、今日は天気がいいから、物足りん、とか思われたら、意見系、リミッター、外していくよとの、岡野の宣言通り、ディスコナンバー、ルーシーに微熱や、爽快な四つ打ちナンバー、ギフトで、客席を大いに踊らせてみせた。この日の会場、ハマスタについて、横浜 DNA ベイスターズの本拠地だけどと前置きしながら、ひいきの球団である広島東洋カープが今季圧倒的な強さを誇っている話に花を咲かせた二人は、愛が呼ぶ方へ、マイウェディングソングをプレイすると、またも、センターステージに、オープニングも、真ん中で歌わせてもらって、演奏、さしてもらいました。めっちゃ気持ちよかった。また、そっち、行っていいですかと、グラウンドに降りた二人は、ベーシストと、ドラマーと、共に、革のジャケットスタイルに早替えして、グレッチのセミ、アコースティックギターに、アップライトベース、スタンディングドラムというロカビリーセットで、一人の夜と、無限を投下。またも、3万人を踊らせまくり、メインステージに戻ってからは、お、花火、お、リバル、メリッサ、ミュージックアワーと、ヒットチューンを立て続けにパフォーマンスする。そして、ラストナンバー、ザ・デイでは、事前に客席に配布していた、シンクロライトとドローンを使って、ハマスタのグラウンドに、ザ・デイ、ザ・ウェイの文字を浮かび上がらせる、光の演出を、
3万人と共に完成させた。熱烈なアンコールに応えた岡野と新堂は11月9日にニューシングルタイトル未定をリリースすることを発表。彼らの真骨頂の一つであるラテンフレーバー溢れるこの曲を初披露し、またバックスタンド後方で何発もの花火が打ち上がる中、前日公演のラストナンバーだったダンスロックジレンマを歌った後、よし、もう一曲やろうとサプライズを演出する。そして、開演時に来た道を巻き戻すように、一塁側と三塁側へと歩き出した二人は、バックスタンド前のステージに立つと、16年前に作った曲ですが、皆さんに作ってもらった新しい道、The Way を、この曲に書かれてるこの気持ちのまま進んでいくとして、相変わらずギターを離さずにいるんだよ。それは夢を描くペンでもあったんだし、前からそうだしと歌う、ダイアリー2000年8月26日って、今年の横浜ロマンスポルノを締めくくった。また多くの方々にご視聴いただけますよう願って拡散を希望しております。もしよろしければグッドボタンを押していただけましたら大変励みになります。チャンネル登録もしていただけると幸いです。ドロイドニュース7、トーカーのトミパンでした。最後までご視聴ありがとうございます。